けますクッキング、今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、うどん買ってきました。なんかね、もうめっちゃお腹空いたんで、もう超簡単うどんやります。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきますね。はい、うどんね、はい、一玉ね、あとそのキャベツ、これは半分なんだけど、これは多いんで、これ3分の1ぐらい使うかな。で、それからまあ揚げ玉と、あと豚肉 100g、あとまあネギ1本ね。はい、こんだけです。あ、そっか、じゃあちょっとね、卵も最後落とそうかな。こんだけです。じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。これね、この半分の、あの半分のやつのさらにこう3分の1ぐらい使いますね。1人前なんでね。ってことは、だからキャベツ1個分の大体その6分の1って感じですかね。はい、こんな感じでこうバーッと適当にこう切って、はい、ざく切りにします。適当にね、はい、よいしょ。はい、こんな感じでもうざっくり3センチぐらいのね、ざく切りにしました。ネギはね、一本ね、こんな感じでね、まあね、斜めにね、だいたい1センチぐらいにこんな感じで切ります。したらね、バラ肉ちゃんは食べやすい大きさに、でいつも通りね、2センチぐらいにこんな感じでカットしていきます。じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。調理って言ってもね、今日はもう超簡単ですよ。はい、水を、はい、500cc 入れます。はい。はい、そしたらね、はい、いつもおなじみ、はい、人間の強いね、3倍濃縮。はい、これね、100cc だね。はい。はい、100cc 入れます。はい、5対1ね。はい、ピョン入れて。はい。よし。もうね、今日はね、もう超簡単ですよ。これに、ね、どんどんね、素材を入れていくだけです。こんな感じで、まず豚肉ちゃん入れて。はい、そしたら、はい、キャベツちゃんも入れちゃいます。バンバンバーンと。よし。はい、沸騰してきました。はい、そしたらね、ちょっとね、豚肉ちゃんからアクが出るんで、そのね、アクだけちょっと丁寧にちょっと取り除いて、よいしょ。そしたら、はい、ここにね、はい、うどん入れちゃいます。はい、うどんパン入れて、よし。はい、それと同時にね、はい、ネギね、ネギもパン入れちゃいます。よし、もう簡単ですよ。もうこれでね、うどんがね、もう茹で上がったら、もう火が通ったら大体もう完成ですからね。よいしょ。よし、はい、こんな感じでね、うどん入れてぐらぐらもう一回ひと煮立ちして、うどんにも火が入ったところで、はい、もう完成です。はい、そしたらね、はい、できたてのキャベツうどんを器に盛り付けて、はいはい、よいしょ。はい、こんな感じで、はい、盛り付けて、めっちゃ美味しそう。もうこれだけでもね、まあ美味しいんですけど、まあ、ちょっとね、買い物行ったらこれあったんで、これもちょっと入れてみようかなということで。揚げ玉投入、ポン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 と揚げ玉もバーンって適当に入れて、よいしょ。そしたらね、生卵だね、生卵を真ん中にポンと乗っけて、はい、完成しました。はい、今日の簡単料理ね、はい、キャベツうどんの完成です。めちゃ美味しそう。よしはね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じね、よいしょと、よっこいしょと、はい、映ってるかな。はい、こんな感じですよ。めっちゃ美味しそうです。はい、ってことで、はい、今日これを食べる前に、はい、いつも通り、はい、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。あー、おいしい。もうめっちゃ楽しい。はいはい、って方で、はいはいはい、こんな感じですよ。おいしそうに撮れてますかね。めちゃめちゃおいしそうですよ。はい、じゃあ早速ね、よし、早速いただいてみたいと思います。いただきます。いやー、美味しそうだなこれ。よし、まずキャベツ玉うどん、よいしょ。まずうどんいってみます。これはめちゃめちゃ美味しい。いやー、美味しいな。まあ単純にね、めんつゆの味が美味しいですからね。それにね、このキャベツのシャキシャキと豚肉ね、おいしい。ニンニク、ちょっと揚げ玉とね、で、よいしょと、さあさあさあ、ちょっとね、このね、
この黄身をピャーンってちょっと潰したところは、これはまたうまいんじゃないかな。よいしょ。よっ、よいしょ。さて、さあこの黄身を溶かしたところを、よし、さあいただきます。うん、最高。これはね、キャベツのシャキシャキとね、豚肉とね、ネギ、ネギもいい感じですね。で、この甘辛いね、タレによく合ってます。で、卵ね、溶かしたところもね、めちゃめちゃ美味しいですし、いやー、美味しいな、これ。いただきます。最高です。まあね、それにやっぱりあれだよね、まあいつものことだけど、まあこういう味にはね、やっぱこのね、味変で七味ちゃん、七味ちゃんパーンってぶっかけて、よいしょ、よし、よし、さてね、辛くしてね、これもね、辛いところもうまいと思うんだよね。さあ、よいしょ、いただきます。うん、合う。これは本当に味変して、辛くしても美味しいしね、もう単純なんですけど、まあ、めんつゆにね、キャベツと豚肉入れて、で、まあ、普通にうどん入れてもう煮るだけなんで、超簡単なんですよね。で、まあ八百屋さんに行ったらね、やっぱりね、今野菜が高くてしょうがないってことで、何が一番手頃でいいですかって言ったら、キャベツは意外に安いんだよ今でもって言うんで、まあ、キャベツをね、利用して、こうか簡単でボリュームがあってね、めちゃお腹にいっぱいになるって感じで、この今日のね、この、キャベツうどん、はい、大成功でーす。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。